言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事から帰ってまいりましたが、 Twitter が PC からまだログインができません。なかなか大変ですね。まあスマホからは見れるんでなんとかやっていきますけれども、はい、ですね、私たちベステイにとっては29日30日なんかもスマイルアゲインを頑張りましたが、その方々も含めて非常に嬉しいニュースが出ましたね。世界最高峰のバスケットボールリーグ NBA による取り組み、フレンズ・オブ・ NBA にマナトが任命されました。ということで、BE:FIRST、マナト、フレンズ・オブ・ NBA、いいですね。NBA の友達ですよ。ボールが友達的な感じのことを言ってた漫画もね、ありましたが、バスケに対する愛情はいつも語っているし、NBA をね、見ているっていう。で、同世代で見ている人も、なかなかいないっていう話もしていたけれども、まあすごいことですね。まあこれに関して BE:FIRST の公式の方もそれでつぶやいておりますし、マナト君も嬉しいんじゃないかなと思います。で、NBA ジャパンの方もツイッターを出しておりまして、BE:FIRST マナトさんがフレンズ・オブ・ NBA の仲間に、熱戦続く NBA プレイオフを一緒に盛り上げていきましょうっていう形ですよ。いいっすね。バスケットボールはね、ヒップホップの要素も強いですし、バスケの試合とか、ベスティで見に行くといいかもしれないっすね。まあもちろん、そういう意味合いもあるわけですもんね。影響力のある人が、そのフレンズオブ NBA になるっていうことは。普通にスポーツ観戦ってね、楽しいっすからね。私もスポーツは自分ではやらないけれども、まあ苦手ですけども、ね、見に行くのは好きだったりするというか、そう、実はスケボーのねイベント13日見に行く予定だったっすけど、休みを変えなきゃいけなくなっちゃって、仕事ので、結果12日になったんで、代わりにザ・ダンス・デイを見に行く形になりました。そっちは BE:FIRST ではなくて XY とか NTEAM が出ますけど、まあ 80s とかも出ますが、 XY と NTEAM ももはや BE:FIRST の盟友と言うべき人たちだと思っていますんで、そっちはそっちで楽しみ。まあとにかく、マナト君のこの NBA の話非常に素晴らしいので、なんかベスティ会とか開いてバスケットボール見に行くといいかもしれませんね、なんて思ったりします。フレンズオブ NBA は YouTuber のはじめ社長さんだったりとか、ドーベルマンインフィニティのスウェイさんとか、その辺の方々とかも招待されているようですけど、様々なジャンル、性別、年代において影響力を持つ著名人にフレンズ・オブ・ NBA のメンバーとなってもらい、日本や米国で行われる様々な NBA コンテンツを楽しんでいただきながら、その魅力を SNS などでファンの皆様にお届けしていきますっていう形のようです。なので、まあ、NBA とかはマナト君も見ているわけだから、 SNS などでって書いてありますので、まあいろいろと使っていくでしょう。Twitter、Instagram もそうだと思いますけど、 YouTube とかでもやっていくかもしれないし、まあ、特にマナト君はね、まあ、BE:FIRST はっていうことにもなるけど、アーティストなので、そのアーティストとしてのやり方もあると思うね。まあ、ドーベルマンインフィニティとかもそうですけど、まあ、とにかくバスケ経験のある有名人が優先的に招待されてるんじゃないでしょうかっていうふうに今読んでるサイトには書いてあるけど、マナト君はバスケ好きだけどご自身でやってたっていうことは、まあ今のところというかないわけですよね。でもその状態でね、まあ本当にこれに選ばれるっていうのは素晴らしいことだと思うし、私たちとしても非常に嬉しいですね。お前の夢は俺の夢って、これはスカイハイさんがノベルコア君にね歌ったリリックですけどね、BMSG フェスでね歌ってたの、コア君だけに向けて歌ってたのを思い出しましたね。それと同時に私グランパンバースコロナにかかっていけなかったのまた思い出しましたね。思い出すたびになんか多少メンタルやられるんだが、まあ自分で今やったんでしょうがないけどね。はい、ちょっと気を取り直しましょう。まあ本当にそういう形ですよ。マナト君もそうだし、タイトルとかにちょっとつけようかと思うけど、レオ君とかシュント君とかも含めて BE:FIRST のメンバーっていうのは本当にすごいなって思いますね。夢だったり目標だったりっていうのをいろいろやってるわけで、レオ君はね、まあ萌え柄さんね、憧れの小説家で萌え柄さんと仲良しになったし、映画が趣味なわけだけどね、アバターウェイオブウォーターのアンバサダーになったりとか
ね、それからワカンダフォーエバー、ブラックパンサーワカンダフォーエバーもそうですね。私両方とも見に行きましたよ。うん、あ、すいません、嘘つきました。ワカンダフォーエバー見に行きましたが、アバターウェイオブウォーターはまだ見に行けておりません。というか公開終わってるか、あ、嘘はいけないな。見に行ったのはダンジョンズ&ドラゴンですね、マーゼルの方のっていう形。あ、でもね、ウェイオブウォーターも見ます。はい、見ますし、はい、という形と、あとレオ君に関しては多分あれですもんね、 BE:FIRST TV シーズン2のジャイアンツコラボ、読売ジャイアンツコラボのやつあるけど、ね、始球式とかあるけど、ほぼほぼレオ君で確定でいいんじゃないかなって思ってますけどね。まあレオ君だけじゃなくて何人かでやる可能性もあるけど、まあそれもレオ君にとっては嬉しい話でもあるしね。まあ本当にそれもありますよ。で、俊斗君もね、スケートボード、まあ彼自身の言葉でダンスとか歌のレッスンをずっとしてて、ちょっとこう自分の中で行き詰まっちゃった時に気分転換としてスケートボードをね、やってる友達がいて一緒にやったら、それで気分転換になって、でその何年後かにザ・ファーストがあって、それで受けて見事に合格したわけですもんね。そういえば俊斗君がジェニックっていうグループいますけど、そのもともとね、天君と一緒にそのジェニックのオーディションも受けていて、そのジェニックのライブか何かに行ったのかな。天君と俊斗君が写ってる画像があったんですよ、ツイッターで。むしろ天君と俊斗君会ってくれてて嬉しいなっていうところも含めつつでね、まあそういうところもあるんだろうなって気がします。それもまた夢っていうところではあるかもしれないね。天君も今頑張ってますしね。で、そのスケートボード自体も仕事になってテレビのコンテンツにも出ましたし、まあ、そういう形ですよ。ブンブンバックエキシビションではね、俊斗くんのスケボーが飾られてましたよ。そこの部分は写真撮れないゾーンだったから、もちろん写真残していないけど。でもレオくんや俊斗くんの話もしましたが、マナトくん、レオくん、俊斗くんだけじゃないですもんね。例えばジュノンくんも畑元博さんに憧れてて、でも対談しましたもんね。すごく嬉しそうなクールなジュノンくんがテンション上がってる感じは非常に可愛かったですね。でモデルの仕事とかもね、やりましたしね。まあ、そういう形でジュノン君もそうだし、龍平君もね、女王蜂のアブちゃんと対談をしたりとか、したりとか、はい、言葉がおかしくなった。はい、したりとか、あと東京ゲゲゲイさんとね、タンクショーケースで踊ったけど、まあ龍平君にとっての神に等しいっていう風に言ってましたから、そういう憧れのアーティストやダンサーとね、そういう仕事ができるっていうのは素晴らしいし、ね、アブちゃんもアルバムを作りましょうって言ってくれたからね、まあ、0年0組終わりまして、竜宮城もプレデビュー段階で、まあ、本当に日本盛り上げてくれるボーイズグループの一角として非常に頑張っていてくれると思いますし、私も陰ながら、全然陰ながらじゃないけど普通に応援してますけどね。で、涼介くんも俳優の仕事と両立してアーティスト活動やってるし、でもなんか結構ね、最近運勢が悪かったみたいな感じの話もしてて、そうは見えないけど、まあでも私たちが知らない苦労っていうのも彼らにはあるでしょうし、当然私たちが見れる姿は彼らの表の姿だったりはするからね、そこはもちろんそこを見たいとは言わないし、うん、っていうことですよ。ソータ君もね、ニュージーランドでダンスの仕事とかもあって、ダンサーとしての仕事っていう部分でもやってて、みんな本当にだから BE:FIRST っていう存在がそうやってね、それぞれの夢とか目標とかやりたいこととか、そういったもの、会いたい人とか、そういったものに直結していけてるっていうところがあって、非常に素晴らしいと思いますよね。で、俺ら、私たちレッシーの夢は、彼らがそうやって喜んでくれて、でかい場所にさらに行くっていうこと、海外にも行くっていうことだし、ね、本当は実はそれだけでもね、オタクとしてはいいんですけど、ただその、彼らはね、まあ、スカイハイ社長も含めて、彼ら BE:FIRST は、ね、私たちレッシーに、まあ、一番幸せになってほしいっていう形のニュアンスの話もしているし、私たちのことを応援するともね、スカイハイともども言ってくれてるんで、まあ、せっかくだから私たち自身の目標とか夢とかも何かあれば、ね、そういったものも、まあ、実現するために動くっていう原動力にはなりますよね。それがだから本当に小さい目標でもいいって話はスカイハイがライブでよく言ってますし、ね、それこそちょっと筋トレを頑張るとかね、ダイエット頑張るとかでも良いわけだし、あとはまあいろいろありますけど、若い人だったらそれぞれの道に進むためにっていうのもあるし、自分グランパンパースはね、夢を追っていくっていうような年齢ではないけど、ただ日々ね、彼らの影響によって楽しく過ごそうっていう風に、そういう気概は持ちつつやってますよ。もちろんメンタルが落ちることもあるし、
そういう場合もあるけどね。またここ最近もいろいろと状況とかがね厳しくなったり、いろんな意見持つ人がいたりして、それにこうやられたりすることっていうのもなくはないけど、今回のマナド君の NBA の話も聞いたら元気が出るし、なんかそういうもんなんだなっていうのを改めて再確認したというか、それがオタクのオタクたるゆえんなのかなっていう。いや、オタクってね、その辺ってやっぱりね特殊技能だと思ってて、あのそれで私たちオタクってのはヒーリング効果あるじゃないですか。あのまあぶっちゃけちゃうと、マナト君含めて BE:FIRST のみんなってオタクじゃなかったら全然他人の話で、まあ別にオタクだろうとなんだろう他人は他人ですが、でもあのなんか自分事のようにね、この彼らの行く道というかやることというのが嬉しいと感じて、それが私たち自身の元気にもつながるっていう、これって非常にすごいことでね。だから普通の人よりも私たちは元気になれる材料が多いんですよ。それは素晴らしいことだと思ってますから、はい、私たちオタクは特殊技能の持ち主でございますんで、はい、それを元にしてまた前に進んでいけますね。はい、はい、というわけでね、でちょっとツイッターの不具合がねブラウザであって、いつもみたいに概要欄にリンクを貼れない可能性があるので、 NBA マナと BE:FIRST とかで調べてみてください。ツイッターとかヤフー、グーグルとかで、そしたら出ますね。はい、まあ、NBA であのスペース開けてマナととか BE:FIRST とか、そんな感じですかね。はい、まあ、もちろん BE:FIRST と NBA ジャパンの公式ツイートが、あの公式ツイッターがそれツイートしてますんで、私のグランパンパスのツイッターでもそこの2つリツイートしておきますんで、ね、そちらから言っていただいても、はい、ツイッターは不具合、ログイン不具合が治り次第また概要欄にリンク貼れるようにしますが、今回は申し訳ございません。はい、では私はいろんな動画を出しておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。